お疲れちゃんです。ラッドです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのね、チャレンジの攻略をね、していきたいなと思います。というわけで、このプリンセスの新スタンプをゲットというチャレンジが来てます。で、このプリンちゃんが、個人的にね、気に入ってます。めちゃくちゃ可愛い。僕の動画ね、よく見てくださる方は、わかると思うんですけど、僕、プリンセススタンプをよく使うんですよ。で、まあ、これ、ゲットしたいなと思いつつ、皆さんにもね、ぜひゲットしてほしいというわけで、報酬もね、まあ、悪くはない感じかな。というわけで、やっていきます。で、最初がドラフトで、その後がプリンスデッキチャレンジ、その後がプリンセスデッキチャレンジというわけで、プリンスを絶対使ったデッキと、あとはプリンセスを絶対使ったデッキ。まあ、なので、この2種類のチャレンジ、ドラフトはね、皆さん頑張ってください。プリンスのね、チャレンジからまずデッキ紹介したいと思います。さあ、こちらです。プリンスがね、確定というところで、ジャイプリプリデッキでございます。そして、ウィザードです。僕なんかね、こういう系のチャレンジよく使うんですけど、このジャイプリプリウィザードの高回転をよく使うんですけど、これめちゃくちゃ強いです。しかも、結構なんか使いやすいウッドザップとかで、なんかね、こう相手にスケルトン部隊とかいたら、処理とかもできました。あとね、プリンスといえば、まあ、ゴレプリとか、あとは枯渇なんか、アウトロープリンスの枯渇とかもいたりして、まあ、そんな中で枯渇にも勝てるし、ゴーレムにも勝てるし、またね、スケと LSP あるんで、このプリンス受けもね、結構しやすいです。で、なんか、LSP とか、あんま使ったことないよって方とかは、まあ、縦の戦士とか、まあ、なんならスケルトン縦の戦士とかでもね、いいと思います。プリンス受けを厚くするのは、全然いいと思うんですけど、全然ね、このスケレシピでも余裕でね、受けれます。ダクプリとかもいますし、結構ね、高回転っていうのが、まあ、非常に使いやすいので、おすすめでございます。というわけで、まあ、あと3回でね、3勝でね、とりあえず、ここのね、領域は、クリアできますので、頑張っていこうと思います。さあ、早速来ましたね。枯渇デッキかな。まあ、枯渇もね、今回結構、まあ、安牌なデッキですよね。このプリンス枯渇。あと、下の、プリンセスチャレンジも結構ね、枯渇が安牌、こう、使っとけばいいんじゃないと思うんですけど、違うんですよね。はい。そこもちょっとね、後々紹介できればなと思います。まあ、ここはね、なかったので、ザップとかでね、対応していきます。さすがに枯渇っぽいですよね、今回の対戦相手は。うん、まあ、ウッドも構えつつ、なんかね、ファイボザップで最初良くないと思ってたんですけど、なんかね、ファイボザップだと、その、枯渇が、ちょくちょくいる枯渇がちょっとめんどくさいなと思って、もうファイボじゃなくてね、ウッドザップにしました。まあ、ファイボウッドでもね、いいのかなとか思いつつ、まあ、ファイボが欲しい方はぜひファイボでって感じかな。なんか、別にファイボなくても、結構ね、プリンスとかウィザードとかが高火力なので、まあ、相手がこう、ゴーレムだったり、まあ、なんかメガナイトとか、なんかこう、しっかり形を作ってきても、全然溶かせるっていうのがね、このデッキの強みですね。で、まあ、守って、ウィザードとかからの、こう、カウンター端前ジャイでもいいですし、だからまあ、こんな感じでね、ジャイからの後ろにこう、プリンスとかつけて、まあ、なんかこう、ウィザードとかね、こう、つけとけば、まあ、そういうの言う感じでもいいですね。なんかそんな感じで、結構、することは単純ですね。シンプルです。で、アウトローとか、スケルトン部隊とか、そういうのにはウッドとかザップとかで飛ばしていきます。まあ、ザップだけ構えて、さあ、まあ、余裕でね、一本追っていく。回転早いので、本当になんかもう回転で、高回転で全部耐えるみたいな感じですね。さあ、ウッド低めおしゃれ。で、これもうキングいっちゃいますね。あは、このスケがあれっすね。プリンセスを倒してくれます。で、もうなんだこれはもうダメージ全許容のぶっぱですね。で、アウトローとかもウッドで突破しちゃいます。で、ウィザードも出してあげて、よいしょからの、ファイボちょっと嫌っすね。トルネファイボからの真ん中ジャイアント。これちょっと強いですね。で、このプリプリってね、硬いんですよ。めちゃくちゃ硬いから、こう、相手のファイボとか、まあ、なんならロケとかも耐えるんですよね。まあ、それが、この、まあ、強いね。強いっていうかなんか、強いですね。ジャイの後ろにいるだけで、こう、ほぼ角でね、スペル打たれても残るとか、絶対残るので、さあ、この感じでね、プリンス8枚できーってか、ウルトラもゲットできるんですね、これ。結構豪華な、あれ、チャレンジですね。よろしく。で、ちょっとな、プリンセススタンプ手に入れたら、何のカードを外そうかな、これ。最近このロイホグ系も好きなんですよね。あくびも好きなんですよね。いや、外すカードねえな。このトロフィーもいらないっすね。このトロフィー、煽られた時用にね、やり返すようにセットしてるんですけど、さてはあんま使うことないので、除外していいかもしれないですね。さあ、対戦相手寝てます。インドラ来た。寝てなかったな。あ、でも、これでも止まんないと思うんですよね。これメガナイトとかで踏んできても、止まんないし、なんなら LSP でチェーンできれば熱い。でもできなくても今ザップがあったって感じですね。まあそんなわけで、まあなんかね、攻撃力もめちゃくちゃ高いし、守りもね、こうウィザードで全部回収できるっていう部分では、結構安定するんじゃないのかなと思いますね。まあ、ザップとの枠どっちかをハイボとかは、まあ、ありではあると思うんですけど、まあ、別に変える必要もないかなっていう感じかな。ウッドザップで十分。相手、ゴボリなんか寄ってないっすかあれ。あれ、釣れないっすよね。あ、マジアチャとかにはすごいハイボをね、打ちたくなるんですけども、まあ、無理にここで突破しようっていうよりかは、こう別にね、これで、まあ、マジアチャ自陣でね、対応すればいいかな、みたいな。そんな感じですよね。まあ、言っちゃったんですけど、どっか。はいはいはい。ウッドザップで、高回転で十分かなと思います。さあ、これはまあ、スケだけだと足りないんで、まあ、スケプリンスかスケウィザードなんですけど、まあ、プリンスで受けた方が相手にこうコストを使わせられるよねっていうわけで、まあ、ごぼうりとかだと思うんですけど、なんなら端前じゃ間に合わんかったかな。さあ、メガナイト来た。で、こういうのもね、受けがないなって時は、もうジャイアントで受けてあげればいいんです。うわぁ、すごい。か、なんなら許容して、このね、カウンターですね。マジアチャのダメージとか受けつつ、さあ、まあ、ここは折りだと思うんですけどね、さすがに。なんならウッドとか打って、無理やりちょっと突破狙ってもいいかもしれない。さあ、ナイト、ゴボリ、メガナイト。結構陸がね、多めですね。まあ、それはそうですね。プリンスのね、チャレンジ。プリンスが絶対入ってるチャレンジっていうわけで、対戦相手も結構こう、メガナイトだったり、ゴボリとかナイト、結構陸固めなんですけども、まあ、言うてね、僕も多分陸結構強い方なので、このプリプリがね、プリプリスケーレスピザップ、プリプリでこう無限にプリプリが回るので、まあそういった意味では、もう最強。あ、ウィザードめっちゃ強いで、まあなんかこう、このプリプリって、なんて言うんですかね、こう逆サイド単体で行くだけでも強いんですよ。なので、なんか無理にジャイの後ろにつけなくても、こんな感じで、逆サイドにね、ポッてつけてあげるだけでも十分強いですね。で、こんなね、感じで、ちょっとおしゃれにね、2周目ジャイアントとかもやりつつ、で、このナイトを、まあ、ダックプリで受けつつ、さらには、攻めにもね、活かしていきます。いや、強えめっちゃ強え。で、まあ、この辺にね、ガゴムレが来んのかみたいな。君そんなコストないねみたいな。で、これ、あれですね、おしゃれな技で、これ、スケーレスピでメガナイトキング起動できます。で、こっちに、ジャンピーンさあ最後にね、見せたかっただけ。まあでもこれが、まあ高回転の強みというか、一応スケーレスピのね、強みっていうので、もし、スケーレスピしかないのに、こう、相手がね、ユーノとか、今みたいなメガナイトが来たら、ああいう感じの受けもできますので、ぜひね、皆さん、覚えておいて損はないかなと思います。というわけで、さあ、プリンセスのゲッチュー。続いて、こちらのですね、プリンセス的チャレンジの攻略をね、していきたいなと思います。これね、発症すると、このね、何を投げてるんですかね、マジトランプなのか、中国とかのお金なのか、わかんないですけど、まあ、可愛いプリンちゃんもらえるんでね、やっていきます。デッキがですね、こちらになります。プリンセスは絶対使わないといけなくて、ロイホグデッキでございます。親衛隊ね、ロイホグ、なんですけども、なんかテンプレでね、あったデッキの LSP の枠が、プリンセスですね。なんで他の形で全部一緒で、まあ、ウッドを持ってないよって方は、ウッドをね、ローリングバーバリアンに変えてくださって、これですね。はい、全然大丈夫です。まあ、ウッドの方が、プリンセスがね、絶対入ってるので、処理が楽っていう部分で、ウッドにしてます。で、まあ、プリンが確定だとやっぱ枯渇デッキとかが多いんですよね。なので、まあ、枯渇とかに強くて、まあ、あとは使いやすくてっていうところで、このデッキにね、しました。8枚プリンということはもう枯渇臭がパないんですけど、まあ、このデッキはなんかもう親衛隊出して、ザッピー出して、ホバリングつけて、みたいな、そんなデッキですね。で、よいしょ、さ、ホグ、今回相手、ホグ、スケコウモリ、ホグ、超高回転ホグみたいな感じですね。で、これのカウンターに、こう、親衛隊とかいけるとよりね、強いです。まあ、今回はコスト的な問題でね、ロイホグだったんですけども、まあ、基本的には、まあ、2パターンあって、自分から親衛隊、その後ろにザッピー、そして真ん中の辺にホバとかを出して攻めるパターンと、ゴブリンの檻を置きます。そして、その後に、なんだまあ、ザッピー、後ろからザッピーをね、セパしたりして、相手が攻めてきたところを、まあ、なんかこう、罠を仕掛けるようにね、こう、親衛隊でこう、挟んでいくみたいな、まあ、そんな感じの立ち回りがあります。まあ、なので、どうだろうな。だから、親衛隊から組みたいんですけど、相手の回転がちょっと早いのが怖いですね。まあ、次とか、組んじゃってもいい気もしますが、まあ、一回プリンぐらいで様子見しましょうかね。なんちゃなんかミニペの延命とかもないこともなさそう。タルババですね。はいはいはい。まあ、このプリンはちょっと捨ててもいい気がしますね。さあ、行きます。親衛隊からの、まあ、ザッピーかな。相手あとザップでしたね。で、相手のプリンにはちょっと速攻ウッと打っちゃいたいな。ウッと打って、よいしょ。さあ、このね、この物量が強いんですよ。で、ホバリングを真ん中の辺に出してあげると、相手がね、対応してきたユニット、どっちのね、サイドも結構対応できますので、強いよねっていう。で、まあ、コウモリがね、いるので、コウモリ用プリンセスを出してあげて、はい。ホバリング延命してあげると、まあ、相手はね、これだけできついよね、と。そしてまあ、なんならこう、逆サイいっちゃえばいいんじゃねっていうね、ロイホグでかましていきます。そしてプリンは、アイコ、おアイコかな。いや、待ってでも、一つだけ削ってはいるものの、両サイ削ってて、ちょっと落とせなかったら怖いですね。まあ、でもこれは、これが強いんですよ。この罠を仕掛ける、先ほど言ったんですけど、ザッピーセッパの、まあ、ゴブリンの檻の、この端前親衛隊で、フルカウンター。いや、これができるようになれば、このデッキマジで最強です。本当に何にでもね、勝てるぐらい強いです。で、マジでね、また、コウモリ警戒でプリンセス出して、さあさあさあ、で、気づけば、両線落ちるよね、というわけのグッドゲームですね。まあ、これがね、まあ、個人的に楽だし、強いなと思いましたね。枯渇にも戦えて、まあ、あと基本的には何にでもね、戦える。まあ、もともとこう、テンプレで、大流行していたデッキなので、なんか、その、プリンセス型ももともとあったんですよ。そう、ヒースピの方で使われてて、その後 LSP になったんですけど、ヒースピの時からプリンセスバージョンも存在しての今ですね。はい。まあ、その中でとりあえず檻を置きます。檻を置いてザッピー出して、端前親衛隊最強です。さあ、クエイクかクエイクプリンって何なんですかねホグしか考えられないんですけど。最後例。まあ、こういうところでホグ来たら、親衛隊2人いいですね。なんかこのデッキは結構相手の攻撃を完全に防ぐっていうことは結構難しいんですけども、なんかこうカウンターがね、めちゃくちゃ強いっていうイメージを持ってもらえればいいかなと思います。で、相手のこう、プリンとかがこう残ると、結構、対応されちゃうので、いろいろね。できるだけこう、ウッドとかを持ってると早めに処理で、今のはウッドがなかったので、まあこう、ファイブでね、早めに処理したって感じですね。今回相手、もしかしたら、クエイクだけで削るデッキ。いや、ないかな。いや、なんか、今んとこなんかそんな感じのデッキなんですよ、相手が。すごいよくわかんないデッキをしてるんで、ちょっと怖いんですけど、さ、ホグクエイクでしたね。なんやなんや。普通にいましたね、主軸が。で、この位置の檻だと多分一発入っちゃう気がするな。おい、一発入らない。よかった。で、まあ、僕は、待って、あれ対戦相手さっきと一緒かっていうような、さっきの相手もこれでしたよね。さて、海外の YouTuber とかが紹介したのかなだって、全く一緒っすよね。今、なんか雰囲気全く一緒っすよね。でもちょっと違うと思うんですけど。で、早めに処理して、まあ、これがね、ウッドの強さですかね。よいしょ。で、親衛隊がなかなか止まらないよって感じなんですけど、なかなかこう、クフェイクウッドザップのおしゃれ防衛で、綺麗に守られてるんですが、まあ多分後半になると、ホバリングとかロイフグとかいろいろこう出てくるので、まあそうなったら相手もきつくなってくるんじゃないでしょうか。さあ、ホグ来る。で、これロイフグ行って気がするな。ロイフグ行って、もうファイボなんならミニペッカとか出るから打っちゃって、出ねんか。出ねんか。あ、でも、豚やっぱ結構入りますね。からの陸がさあ、そして、プリン出しつつ、いや、こっちにちょっとウッド使っちゃうか、一旦。いやー、で、耐えます。相手がクエイクウッドザップでしたね。ウッドザップってことは、やっぱこう、枯渇をすごい警戒してるんですかね。いや、これちょっと、怖えなー、怖えなー。怖いですが、このプリンで逆サイプリンを対応しつつ、ホバにコウモリとか当てたユニットもね、処理したいみたいな。さあ、そんな感じのプリンセスでございます。さあ、やっぱ枯渇メタがね、多分今回の相手絶対枯渇メタなんですけど、まあ、これたまたま枯渇メタデッキを枯れるっていうのも、でかいですね。だからホバリングと親衛隊かなが結構、いい味出してた気がします。いや、偶然。なんかプリンセスが固定だとこういうデッキが多分ね出てくるんでしょうね。ホバリングがめちゃくちゃ強いですね、今の見た感じは。さあ、そんなわけでラストはこれ勝てばスタンプゲッチでございます。ゴボリからの、ケツザッピーからの端前親衛隊も強い、さっき言いましたね。さあ、今回相手ゴレでしたね。これどうなんだろう、順番違ったかな。親衛隊からじゃない方が良かったかもしれない。まあそういうこともありますよね。で、ちょっとこれ攻めつつ守りたいので、逆サイにも行きつつ、さあ、ゴブリンの檻を置いて、これダークネクロやばい気がしてきたなぁ。ダークネこれやばいっすよね。さてはなんですけど、このホバリングがどんぐらい、ほんでも頑張ってんな、いろいろ。いや、逆。いや、でも結構耐えた方ですね。多分ね、僕のカードの裂き方がちょっと良くなかったのかな。まあまあ、なんか、まあしょうがない。後ろザッピーが多分先だったかもしれないですね。ザッピーからのゴボリからの親衛隊蓋が良かったかもしれないんですけど、まあまあまあ。後ろからこう、プリンセスとか流せたらもっと良かったかもしれないですね。まあなかったんでしょうがないですし、まあ、悪くはないねと。さあ、プリンセス入りのゴレ。まあ多分ゴレもどうしても使いたかったんでしょうね。プリンセスになってるのはまあ、しょうがない。プリンちゃんいてもゴレを使うんやっていう。まあちょっと、プリンセス入りのラバとかもまあなさそうっちゃなさそう。ありそうっちゃありそうですね、ワンチャン。さあ、今回相手は、まあよくあるこの、ね、片方は上げるから、一個、俺にくれっていう感じですね。さあ、出して、この、ちょっと透明プリンセスの範囲攻撃で対応したい。で、なんならあれ、ファイボで全処理ドッカン、ワンチャン？いや、これ耐えれねえかな。いや、耐えれるっちゃ耐えれそう。だけど、エイム、プリンが、いや、耐えれ、ナイツ。いや、ちょっとやばくなっちゃうんですよね。今の耐えれないと、またそれちょっと困るんですよね。さあ、ウッドちょっと処理しちゃって、いやー、これいっちゃっていいな。ゴレとかぶんねえかな。なんて思いながら行って、これゴレフタか？いや、守ってくれてるな。ちゃんと守ってはくれてる。で、まあ、プリンちゃん低め出して、よいしょ。さあ、ゴブ折り置いて、もうこうなんかいろいろなんかね、挟めそう。挟んで、で、防衛5は打ちたいけど、いらないですね。ここで攻めロイフをしてあげて、相手にね、防衛のコストを使わせてあげれば、多分ね、守れると思うんですよ。そして、プリンちゃんを低めに配置と。これが強いですね。ザッピーセパからの真ん中ゴブ折り。そして、まあ、ホバリングとかも配置してあげて、よいしょ。いや、このね、親衛隊蓋ですよ。さあ、ホバリングダブルで、ヒギオッピーが完成していきます。気づけば、親衛隊が止まらないよと。さあ、ロイフグもね、最後飛ばせてましたし。まあ、ちょっと怖かったですけどね。最初だけね。はい。まあ、そんなわけでね、このロイフグデッキ、ぜひ使ってみてください。さあ、ゲットした。早速、もう僕のレギュラー入りしてあげます。よし。そんだけね。おります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、おつくりちゃんでした。またね。